仮面同窓会は、作家、雫う修介が表したミステリー小説である。2014年3月20日に刊行本、2016年8月5日に文庫本が、検討者から刊行された。同窓会で顔を合わせた、高校時代の親友4人組が、高校時代に、自分たちへ体罰を与えた、教師、樫村正茂に仕返ししようと、仮面同窓会を催すことになる。 当初は、いたずらのつもりだったが、事態は予期せぬ方向へ転がり不可解な殺人事件に、向かう。疑心暗鬼に陥った4人は、犯人を探っていく。2019年6月1日から、東海テレビ制作、富士テレビ系で、テレビドラマ化された。新谷洋介は、参加した高校の同窓会で、かつての旧友、皆川貴一、大見和康。 片岡八新人に誘われて、自分たちをしごいていた、教師、菓村忠茂への仕返しを計画する。菓村を拉致し、ガムテープで縛り上げ、廃工場で、ビリビリペンで脅し自分たちがさせられていた、天ンきと呼ばれていたスクワットをやらせるなど、いたずらを仕掛けその後菓村をその場に放置して帰る。だが、翌日になって、菓村は死体となって発見された。 見つかったのは廃工場から1、2キロ離れた場所にあるため池で手足はガムテープで縛られた状態だったという自分たちにあらぬ疑いがかけられてはいけないと4人は口裏を合わせてアリバイを作る事件の真相についてもいろいろと推理を進める中恋人の美里や噂好きの友人健一から8新人が高校時代に付き合っていた 日々のマリが自殺したのは、菓村のせいらしい、という話を聞き、洋介は八新人が、かつての恋人の恨みを晴らすために犯行に及んだのでは、と疑い始める。一方で、他の三人は洋介を疑っており、理由を問うと、俺たちには、鉄の結束があると言って、言葉を濁す。三人は、高校三年生で留年しており、その間に何か特別な出来事があったらしい。 警察の聞き込みが何度かあり、グループの中で一番気の弱い和康が、精神的に参っていき、洋介に必要に自首を迫るようになる。洋介は何を言っても聞く耳を持たない、和康の態度に、つい、黙っていれば殺さないでおいてやると腹立ち、紛れの憎まれ口を叩く。冗談のつもりだったが、数日後に和康は、何者かに刺されて殺されてしまう。残された三人は、 一度、きっちりと話し合っておく必要があると柏村を拉致した、廃工場へ向かう。東海テレビ制作、富士テレビ系の大人のド、ドラで、2019年6月1日から7月21日まで放送された。主演は、溝端淳平。溝端の民放連続ドラマ主演は2011年7月期に放送された、名探偵、コナン・工藤新一への挑戦状。 以来8年ぶりとなる。テレビドラマ版では、原作とは、主犯となる人物や結末が異なっており、原作にはなかった1年後の様子も描かれている。ゲスト、ありがとうございます。